グアテマラの鉄道、グアテマラの鉄道は、グアテマラにおける鉄道について記述する。2006年の時点で、グアテマラには200マイル、322キロメートルに及ぶ、基幹3フィート、914ミリメートルの狂気鉄道が存在していた。2007年9月まで運行していた最後の路線は、グアテマラシティからプエルトバリオスまでの区間と、 グアテマラシティのコンテナターミナルとプエルトサントトマスにある短距離の視線であった。カリブ海と首都グアテマラシティの間をコンテナ、スチール、セメント、紙やバナナなどを輸送していた。旅行者用のチャーター便を除き通常は乗客輸送を行っていなかった。鉄道の管理は1997年に50年間の営業権を与えられたアメリカ合衆国に拠点を置く。 RDC、レールロードデベロップメントコーポレーション、鉄道開発会社社によって行われていた。かつて、グアテマラ国内に存在していた、別の路線、メキシコ国境にあるシューダータクンウマンに向かう路線、エルサルバドルのアンギアトゥーに向かう路線、グアテマラ太平洋岸のエスキントラ県のプエルト山、ホセに向かう路線、は少なくとも1996年までに廃止された。 閉鎖された区間の鉄道網は総延長497マイル8 0 0トルに及ぶ。グアテマラにおける最初の鉄道は1884年にグアテマラシティからプエルトサン、ホセまでの区間に開通した。2007年まで運行されていたプエルトバリオスまでの区間は1908年に完成した。鉄道網は完成して間もなく。 ユナイテッドフルーツ社によって買収され、1912年にアーカ、インターナショナルレイルウェイズ・オブ・セントラル・アメリカ、中央アメリカ国際鉄道と改名された。その後1957年まで鉄道は繁栄した。1954年にユナイテッドフルーツ社はアンチトラスト法訴訟を受けて鉄道の売却を余儀なくされ、 さらに1959年に鉄道と並行して走るハイウェイが深刻な競争圧力を引き起こした。1968年アーカ社は債務不履行に陥り、グアテマラ政府によって買収され、府がフェロキャロルズでグアテマーラ、グアテマーラ鉄道と改名した。その後も鉄道軌道のコンディションは悪化をたどり、1996年にすべての鉄道輸送が 運行停止された。1997年と1998年において、鉄道網の一部をトレインズ・アンリミテッドによる観光客向けの旅客列車のみが運行された。1997年10月に、RDC、レールロードデベロップメントコーポレーション、鉄道開発会社社に対して50年間の営業権が与えられ、RDC 社は鉄道網の再建を開始した。 RDC による再建は、運行が停止していた1996年の間に、線路上に小屋を建てた、不法占拠者の立ちのきと、泥棒と自然によって被った損害の回復によって、遅延が生じた。1998年に、ハリケーン密チによって、深刻な打撃を受け、線路の一部が破壊された。1999年4月19日、 RDC 社の管理に代わって、最初の列車が、グアテマラシティから、エルチレのセメント工場間の区間を走行し、プエルトバリオスまでの残りの区間は、同年12月に運行が開始された。その後2007年9月まで、RDC 社の子会社、FVG、フェロバヤスグアテマーラ、グアテマラ鉄道が、グアテマラシティからプエルトバリオスまでの区間で15台の、 機関車と200台の貨車による貨物列車運行をしていた。蒸気機関車が経営する主にヨーロッパとアメリカ合衆国の観光客向けのチャーター便の旅客列車はイギリスに拠点を置くフェスティニアグトラベルやその他の旅行会社によって通常年に1回企画された。交通管制には改良されたトラックワラント管制方式が使用された。 かつてのグアテマラシティ本駅は鉄道博物館となっている。2006年8月、グアテマラ政府は2003年に結ばれた保有車両とその他設備の要益権についての契約が公衆の利益に反していると宣言し、この契約を無効とした。契約に基づいて鉄道建設にのみ用いられるべき FVG 社が拠出した鉄道設備信託資金の200万 US ドルが 政府によって流用され、過剰な人員が配置されていた FVG 社の監視機関とその人員に対して市が用いられた区断の調停を求めたことへの反応と FVG 社は考えている。政府の決定の結果、積み荷が減少し、資金調達ができなくなったことや、駅舎や線路の賃貸によって、追加の収益を上げることが困難になった。2007年3月、 RDC 社は CAFTA セントラルアメリカフリートレードアグリーメント米国中米間自由貿易協定の大重賞に基づきグアテマラ政府に対抗して朝廷について投資の保護を目的とする戦を行った。この件はアイクシドインターナショナルセンターフォーセトルメントオブインベストメントディスプツ 国際投資紛争解決センターに2007年8月20日に No.ARB-07-23 として登録された。先不透明な状態が続き、損失をもたらしているため、2007年10月1日、FVG はグアテマラ政府に対して法的措置を取っている間、すべての鉄道運行を停止すると決定した。 中央アメリカ国際鉄道の枠外で、1930年から1933年にかけて、ケツアルテナン号とリタルを結ぶ電化路線、フェアオカリル・デ・ラス・アルトス、ロス・アルトス鉄道が存在した。1933年に、ハリケーンによってこの鉄道は破壊され、二度と再建されることはなかった。その遺物は、ケツアルテナン号にある専門の博物館に展示されている。 もう一つの独立した鉄道として、アルタベラパス県のパンソスと、トゥクルーを結ぶフェアオカリル・ベロポーズ、ベラパス鉄道、フェロパスコ、フェロパスコとしても知られているが存在した。この鉄道建設は1884年に認可され、1895年に工事が完了した。この鉄道の目的は、主にドイツ人が運営する農場から、 ポルチック川岸にあるパンソスの港へコーヒーを輸送することであった。この川はイサベルことカリブ海へとつながっている。鉄道は1943年に国有化され、1953年に政府によって国営企業、フェアオカリルベロポスワイ、セルビチオスワネクサース、ベラパス鉄道と付帯サービスが設置された。1963年に運行を停止した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。